A1 デビュー戦になりました、この新潟 VS、はい、広島の試合でしたね。ではデビュー戦でワンゴール、ワン、うん、アシスト。うん、相当な活躍でございました。太、はい、うん。で、田修介選手、実はあの、甲府出身で、うん、てか、甲府の株組織、アンダー15、アンダー18で日体大進んだ後に甲府から、甲府でプロデビューしたという選手でございます。まあ、ただちょっと怪我とかもあったんですけど、うん 大卒ルーキーの年とか2年目の年っていうのは全然試合出られなくて2年間で5試合しか出てないんですよね。それが3年目に一気にばもう大爆発してというか。で、そう、大爆発で31試合出て、まあ町田に引っこ抜かれてる状態になって、で、町田で2年連続2試合、えー、ごめんなさい、2年間で20ゴール決めて、うん、大活躍の後、この J1 新潟に引っこ抜かれたという。なるほど。うん、選手でございますと。はいはいはい。その甲府でプロ人生を始めて、 ま、結果的にこう G1 に来て、そして同じく右ウイングだってところから、ちょっと二代目伊藤淳也感もあるんですよね。ああ、ちょっと苦労人というかね。だし、で、うん、高速ラインブレーカーみたいな、そういう意味とかもありますからね,ね。そういうことですもんね。そうなんでございます。は,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 はい。